はい、こんにちは、吉田です。ニコンから Z の新しいレンズのロードマップ次に出るやつっていうのが出てきて、その中でもう発売されたやつに、マイクロレンズ、マクロレンズありますよね。ニコンはマイクロレンズっていうわけですけども、105mm と 50mm が発表されて、もうね、発売もされてて、お店にも並んでたんで、まあ、早速見せてもらったわけですけど、お店で見せてもらったレンズだけでね、性能とか、まあ、印象云々って、まあ、言い切れない部分もあるんですけど、結構好印象だったので、好印象かつ、ニコンっぽい癖あるなっていうのはちょっとあったので、なんかそこ雑談でお話ししたいなと思って撮ってます。はい、ようやくマクロが出てきて、望遠鏡のレンズもね、これからなんかまだ控えてますけど、多分望遠鏡のあれでしょう、 Z9 でしょう。で、 Z9 もR3 が情報小出しにしてるのに、 Z9 はなんか作ってますって言ってから何もないねっていう話で、なんかどうなってんだっていう感じはしないでもないんですけど、まあそれはそれとしてですね、レンズの方、105マイクロ、50マイクロ、マクロって言いそうになる。2本、早速お店で触ってきて、サンプルの、まあ、ね、写真も出てたので、まあ、見せてもらって、店員さんとお話ししてたんですけど、なんか105はすごい人気で、なんか、バックオーダー2ヶ月待ちですみたいなことを言われて、まあ、生産数もそんなに多くなかったのかなっていうような感じもしますけども、うん、でなんかすごく評判がいいっていう話は、まあ、実際評判いいですよね。なんかで実際見てみたら、やっぱり映り方がシャープで、まあ、もちろん Z はみんなシャープなんですけど、そのシャープさがやっぱり素直だし、ボケ方がまあちょっとニコンっぽいよね、あれってちょっと思ったんですよね。なんというかね、ボケのエッジが硬い感じが、Z の今までのレンズを見てたところに対しての印象でいくと、 F マウントのニッコールに近い印象あるなって思っちゃったんですね、個人的には。これ割と、105も50の方がより強く感じたかなっていう感じなんですけど、105もまあそういう感じでも、汚いボケっていうほどの汚いボケではないので全然使えるんですけど、ボケの存在感というか背景の存在感強いねっていう感じがちょっとしましたね。でもいいレンズですよね、あれはでもいいレンズですよ、と思いました。やっぱり抜けがいいし、ファインダー覗いてても、で105の方がやっぱり焦点距離が長いのと、まあ構造的な問題なのか、ちょっと近接領域での画角変動はやっぱり大きい感じがやっぱりちょっとしますけど、まあでも使い勝手としては悪くないし、何より105も50もそうなんですけど、F マウントの105-60 とあんまり価格的にも変わらなかったっていうのはものすごく良かったなっていう気がしますね。105mm が12-13万円ぐらいで、 50mm が85,000円ぐらい。まあ正直、F マウント時代の105mm と 60mm とあんまり変わんない感じがする価格なので、この辺は何ていうか非常に良心的というか、結構実用で、ガンガン使う人はガンガン使うレンズっていうところで、まあそういう風にしてくれたのかなって感じもしますけど、で何より軽いですし、そこら辺のアドバンテージは結構あるかなって気はしました。はい、あれはいい。そう、個人的に印象に残ったのはそのボケの存在感ですね。で、
まあ、別にあの F マウントのあの VR の文字が赤いやつ、まあ、私も持ってるんですけど、あれ結構中望遠としての、まあ、普通のレンズとしても使えるレンズなんで、でその感じとしてもあれは使いやすそう、新しい Z の 105mm も使いやすそうな感じだったので、あれはいいですね、うん、あの個人的には欲しいなって思ってます。あのキヤノンが100マクロを発表した時もそうなんですけど、マクロがあるってやっぱりそのマウントを使うかどうかの、決め手になったりもするんですよね。人によりますけど、マクロ領域を使う人はやっぱりマクロレンズないと買え、あのそのマウント使えないじゃないですかっていうのもあるので、やっぱりそのマクロレンズが出たっていうことで、やっぱりあのちゃんと実用領域をカバーしてくれるあのシステムですねっていう風な位置づけにちゃんと今回でそのニコンの Z もなった気がしますね。うん、多分これで次に、その第一段階として多分必要なのって70-200の類なんですよ。24-70-70-200の類 F2.8 のレンズですね。ここら辺があるかどうか、揃ってるかどうかっていうのと、まあ、マクロレンズがあるかっていうのと、うん、っていうところはなんかポイントとしてあるんじゃないかなという気がしていて、で70-200もすごいいいレンズでしたし、それで 105mm がいいレンズだったので、 50mm もいいレンズだったので、いや個人的にあの105と50を買うつもりであっちに行ってもいいなって個人的には思いました。だって105が Z で出ちゃったら F マウントの105更新されないですね多分ね。いやなんだかんだ、結構あれあのレンズ G レンズになってから一回もモデルチェンジされないで終わりましたよね。超ロングライフレンズじゃないですか、うん、まあ、実際あの今でも通用するレンズですっていうことなんでしょうけど、だってナノクリ搭載した初めの頃のレンズですよねあれね。だからすごい長寿レンズのはずなんですよ、うん、そうやって考えるとあの同時期のデザインの70-200が 70-200VR2 になって 70-200VR が G タイプになったから、70-200VR2 になって、その次 VR、FL レンズになったのか、ローライト入りになったの か、トータル 1,2,3 世代分またいでる感じ。そうやって考えるとすごいですよね。うん、105マクロ自体が、まあ、使う人は使うけどみんながみんな買うレンズじゃないとするなら、まあ間に1本挟んでもいいんじゃないかなっていう気がするけど挟まなかったので、で実際今使ってても別に困んないんで、うん、あれすごいレンズですよね。でここで Z になってまあ刷新されたっていうところで、Z の105も結構長寿になるかもしれないような気がします。結構最初の最初で結構写りいいので、うん、あれはあれで長寿になるんじゃないかなって気がしますね。でやっぱりそれで、うん、もしかしたら中望遠の 105mm っていう マイクロじゃないやつは出ないかもしれないですね。なんだかんだ F マウントでも135と 105mm は DC レンズだけでしたもんね。ただね 135mm は欲しいなと思うんですよね。あ、もちろん普通のレンズとしてですよ。 135mm の F2.8 とかは個人的には欲しいなと思うので、作ってくれたらすごく嬉しいですね。
なんかねニコンで実は足んなかった、オートフォーカスになってからのレンズ群で足んなかったのって、実はその領域の単焦点って結構ないよねっていうのは個人的に思うんですよね。絞り感がついてた時代のその135、105、135と180と200マイクロ F4 のやつ、あれもいいレンズだったんで欲しかったですけどね。であの辺が結局主軸として単焦点としてはあって、そっから先 G タイプにはならなかったので、まあ、あのニコンのレンズは昔のやつでもよく映っちゃうから全然いいって言えばいいんでしょうけど、まあそういうところはあるのかなっていう気がするんですよね。この辺の単焦点があるかっていうのは結構な影響というか、影響ないから作ってないって言われたらそれまでなんですけど、70-200で足りるじゃんって言われたらそれまでなんですけど、うん、135が15万、180が15万、合わせて30万、70-200買えるじゃん、うん、そうだねってなっちゃいますね、うん、なっちゃうのかな、そういうことなのかな、うん、なんかその辺の単焦点が出てくれると嬉しいなっていう気はするんですよ。なんでかっていうと、なんでズームレンズそんなに嫌なのって思われるかもしれないですけど、ズームレンズって、撮るときにどうしてもまあまあそのここでいけばこれだなっていうのがあるんですけど、まあどうしてもズームするっていうのがパラメータとして頭の中入ってくるのが嫌で、単焦点って単焦点つけてればそこで絵としては固定できるんですよね、実は。っていうのは個人的にあって、単焦点の方が結構割り切って撮ることができるのでスピードが上がるっていうのがあって、個人的には単焦点好きなんですけど、なかなかそれをまあ出してくれる時代じゃないよねっていう気はしてます。でもまあ 105mm 中望遠として使いやすいので、今回のレンズあれはなんかすごくいろんなところで使えるレンズになる気がします。はい、結構ポートレートでもあれ欲しい人多いんじゃないかな。85の12とかが今後出てくればあれかもしれないですけど、それもあるかもしれないですけど、105で14欲しい人とかそんなに出ないような気はするんですよね。うん、なのでマイクロでいいので 105mm があったらそれを使っておくっていう風にすると、あと105でマイクロで通常撮影の何がいいかっていうと、最短撮影距離気にしなくていいってこと。単焦点だとそこまで長くはならないっていうのもあるとは思うんですけど、寄った時に寄ったなりに撮れるって大事だな。で気がついたらその近接領域に入っててボケ方が大きくなっちゃってとかいろいろあったりもするんですけど、まあまあまあ、ただそれぐらい気にしないで、ある程度被写体の距離感測りながら動けるので、なんかそこら辺の自由度は個人的にはある気はしてます。うん。だから結構好きなレンズです。割と。というわけでですね、50と105のマイクロレンズが出てきてくれたことで、なんか Z システムが、まあ、よりなんていうか選びやすくなったかなっていう気がしました。はい。で、28と 40mm もね、発表されてるので、28mm って今んとこ S ラインのその単焦点でないですよね、Z ね。1.8 のシリーズ。20、24で35いっちゃってますよね、確かね。28mm ってなかった気がするんだよな。だそこで 28mm が小型のタイプで出るっていうことになってるので、というわけでその単焦点の存在感っていうのが今後 Z の中でどういうふうにできていくのかなっていうのが、個人的には気になるポイントではあります。はい。まあでも本当に今回のマイクロレンズの発表は素直に喜びたいと思います。うん、なんかね、本当はね、望遠系も超望遠の領域も、それこそ AIS の末期みたいに、
いろいろ振ってくれたら嬉しいのになと思うんですけど、ただズームレンズが良くなっちゃったからそれでいいでしょって言われるのかな。 AIS の末期なんかは400mm とか3種類ぐらいあったんですよね。昔別の動画でも話したかもしれないですけど、4ニッパー F2.8 でその下が F3.5、 その下に F5.6 ってあったんですよ。で 500mm はまあ F4P っていうIC 内蔵のタイプが CPU 内蔵のタイプがあって、まあ要するにマニュアルのレンズなんですけど、電子接点がついてて、絞り値とかやり取りができるっていうようなレンズがあったんですよね。で 600mm も F4 と F5.6 とかあったはずなんですよ。っていうわけで、そういう意味でね、超焦点長いレンズもそうやって条件が分かれてくれるとすごくいいのになっていう気はするんですけど、事実上を70-200の F2.8 ズームがテレコンつけても性能良くなったので、割と周辺まで結構綺麗に映るようになったので、事実上あれに2倍のテレコンつけて400の F5.6 代わりにしろっていうことになるのかなって気はしますね。ただその方がまあリーズナブルでいいでしょうっていうのはあると思います、あると思いますけど、まあいいのかな。で銀塩末期の頃だと3ニッパー 300mm の F2.8 っていうのが一つ超望遠レンズとしてのなんていうか存在感があったわけですけど、まあデジタルになってきて若干それってあんまないですよね今ね。で今がぜん気になってるのは300の F4 をどうするのかなっていうところですね。私300の F4 の D タイプ最後のレンズ、 D タイプ最後のレンズ、いいじゃないですよ、いいじゃなくて解説格子入りのレンズではなくてその前の 300mmF4D を持ってるんですけど、友達に譲ってもらって、あれいいレンズなんですよ。ああいう感じのすごく素直な写りで使えるレンズが出てくるといいな。かつ それこそあれですよね、テレコン対応で 300mm つけて、で F8 でしょ、今 F8 でも AF なんとかなっちゃうんじゃないかな。そうすると 600mm の F8 なんですよね。割と使い勝手いい気がするんですけどね、どうでしょう。だから300の F4 とかもだから出てほしいなって気はするんですけど、どうでしょうね。なかなかどうでしょうねって言ったところで、メーカーが作りますって言ってくんなきゃないんですけど、はい、そんなのもちょっと期待したいなと思ってます、はい、というわけで、マイクロレンズからすごく脱線しましたけれども、すごくあれもいいレンズだなと。で個人的にはだから105を見て、ああこれ Z7II でもいいから Z 買おうかなって個人的には思った感じです。Z9 どうしたよって話になるんですけど、 Z9 いくらになるのかなっていうところと、 Z9 の大柄なボディで自分は本当にそんな風にそれを 100% 生かすように使うかっていうところもあって、ただね本当は左肩の四つ葉のクローバーボタンは本当は個人的にはあれ合ってくれた方が楽なので、あれ本当は欲しいんですけどね、でもなかなかちょっと難しいかもしれないですね。というわけで結構105マクロは割とあれ、Z 導入の結構決め手になる人は多いんじゃないかなと思いました、ちょっと50も含めてあれはいいですね、はい、というわけでもし気になってる方ねいたら、ぜひ積極的に考えてみていいかもしれないですよ、と思いました、はい、なかなかね、はい、
そんな風に決めて、そのシステムを導入する決め手になるレンズってそんなに多くないのでね、結構いいんじゃないかなと思いました。はい、結構持ってて損はないレンズかなと思います。はい、というわけで今回も長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。これでは、これで失礼いたします。ありがとうございました。